あれはじゃあそこで勉強させてもらいますね。もしもし。ああ、もしもし。どうもこんにちは。俺、五郎言うんやけど、そっちは？うち？あっこ。あっこちゃんか。あ、何や、元気なさそうやん。もっと楽しくおしゃべりしようや。せやけどめっちゃだるいんやもん。久々に学校行ったけど、速攻で受けてもうた。なんや自分、ひょっとして女子大生？うん、そうやけど。あこちゃん、テレクラにはよく電話しとんの？せやな、うち退屈なんが嫌やから遊んでくれはる人を探してんねん。ほな、外で会ったりとか？ドキドキな。会う会わへんはどないして決めとるんや。まあお腹空いてる時とか。元気んやな。飯おごってくれたら相手は誰でもええんや。別に誰でもええってわけやないけど。あ、そうや、五郎さんやったっけ。五郎さん入れ墨してはったりせえへん？入れ墨やと。うん、うちそういうのちょっと興味あんねん。しとる言うたらどないする？え、ほんまに？ほんまにしとるんやったらどんな柄なんか教えてくれへん？なんでそないなことが気になるんや。うち絵の勉強してんねん。せやけど入れ墨なんてめったに見られへんや。せやからもし入れ墨しとる人がおったら実際に会うて生で見せてもらったりすんねん。般若や。え？俺の姓には般若が入っとる。そうなんや。般若か。ところでアッコちゃん、俺からもちょっと聞きたいんやが。ん？何？牧村誠って知っとるか？ごめん、切るわ。ちょっと待ってくれ。何？いやな、俺実はフリーのライターやっててな、牧村藩のこと興味あんねや。それで牧村藩を知ってる人から話聞きたいなあ思っててな。あこちゃん、牧村藩のこと何か知っとるんか？せやったら超大手話聞かせてもらえへんやろうか。ああ、もちろんお礼はするで。絶対あこちゃんにも牧村藩にも迷惑かけへん。どうやろか。ほんまに？ほんまや、ほんま。わかった。せやったら今から岩尾橋に来て。岩尾橋やな。五郎さんはどんな格好してんの？
グラサンに黒のジャケット、髪や長髪を後ろで結んどる。目立つからすぐ分かると思うで。分かった。ほな今から岩おぼしで待っとるで。絶対来てや。そしたら後で。釣りだから。よっ。ああ。ああ、あんたが五郎さん？の？あんたがアッコちゃんか？よう来てくれたな、おおきに。ひょっとして芸能人やってことバレた？え？しもた！やっぱり来ない変装しても分かる子には分かってしまうか。自分のハンサム顔が憎いわ。あー、ええってサインやったらなんぼでも書いてあるから、みんなには内緒にしといてな。うちの考えすぎか。来ないアホな人が例の人なわけちゃうもんね。あ、例の人やと。なんでもない、優しそうな人で安心したわ。うちがアッコ。ほな早速やけど、そこらで茶でも飲みながら話聞かせてもらえるか。お茶？うちお腹減ってんねんけど。
そしたら飯にしようか。何食いたいん？うちお寿司食べたい。寿司か。やっぱり女子大生ともなるとええもん食うてるんやな。そらそうやん。今時女の子とデートするんなら予算5万くらいないと話にならんわ。五郎さん、社会人ならそれくらい持っとるやろ。当たり前やないか。学生が見たこともないような豪勢な飯食わしとるわ。ほんまに？五郎さん分かっとるやん。よっしゃ、ほな寿司屋に行こうか。ほな行こうか。まだ行かへんの？もう、うちお腹ペコペコやで。すまんすまん、ちょっと待ってや。何握りやしょう。ほな1万くらいでお任せするわ。あと今日のええとこお作りにしてくれ。あ、ウニとイクラは絶対入れてな。いいよ。五郎さん飲まへんの？一応仕事中やからな、今はやめとこ。それよりアコちゃんの話聞かせてくれ。大学生にしたら随分慣れとるようやけど、この間店よう来るんか？まあね、最近は割と毎日。毎日？なんや、そないノルマ厳しいんか。ノルマ？そんなんあるはずないやん。いつでも好きな時にやれるのがこのバイトのええとこやの。いやいや、バイトっちゅうことはつまり誰かから依頼されてやっとるわけやろ。その元締めが例の牧村はんやろ。聞いた話やと女子大生にテレクラで男捕まえさせてその稼ぎをかっさらっとるらしいやんか。は？誠さんはそんな人とちゃうし、うちらほとんど男の人にご飯とかおごってもらうだけやし、誠さんも稼ぎよこせなんて言わへんよ。あ？ちゅうことはあっこちゃん売りとかしてへんの？当たり前やん。ひょっとして五郎さん、ほんまは取材なんて嘘で初めからいやらしいことが目当てやったとか？せやったら悪いけど、なんぼおごってもろてもホテルとかついていかんで。ああちゃうって、そういうつもりとちゃうねん。ただ俺はそういう噂を耳にしたもんやったから。ほんまに？まあそれが賢明やね。うちに何かあったらうちで済まへんから。あ、それは一体どういう？はい、小肌。あは、美味しそう。ほな、いただきます。お代はこちらになります。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ごちそうさま。おう、ほな行こうか。さて、腹ごしらえは済んだな。そしたらさっきの話の続きを。あ、うちあそこ行きたい。今度はどこや？ゲーセン。ゲーセンってゲームセンターのことか。不良のたまり場やないか。まあ家で女の行きそうな場所ではあるが。最近のゲーセンはちゃうねん。かわいいぬいぐるみとかあんの。ゲームセンターにぬいぐるみ？どういうこっちゃ。行ったらわかるわ。ほら、はよ行こう。しゃあ、ほなゲームセンターに行くか。ほな行こか。
ほら、あれや。UFO キャッチャー？なんやこれ。このボタンで中のクレーンを操作してな、ぬいぐるみを穴まで運んだらもらえるね。こんなんが1回100円やと？アホらしい。どうせそう簡単には取れへんようになっとるんやろ。普通に店で買うた方がええんちゃうか。何言うてんのや。よそで売ってないからここで取らなあかんのやな。お金で何でも買える思ったら大間違いやで。っていうかお金はうちが払うから五郎さん代わりにやってや。うちこういうの苦手やねん。あ？なんで俺が。誠さんのこと聞きたいんとちゃうの。しゃあないな。ほな一応やったるやないか。これが欲しかったんやろ。めっちゃ嬉しい。五郎さんありがとう。まざっとこんなもんや。あ、それで牧村藩のことなんやけど。こないなところで立ち話すんの。どこか落ち着いて話せるとこがええわ。まそれもそうやな。おの出ようか。次はディスコや。ディスコ？あんだけ食った後でよう踊る気になるな。実はさっき電話でVIPルーム予約してん。うちな一度でええからVIPルームに入ってみたいって思ってて。いつの間に予約しとったんや。人の金を思って好き勝手してくれるな。文句言わんの。連れてってくれたらそこで誠さんのこと話してあげるから。ほんまか。まあそう言われたら断れんな。ほら行こうか。ほな行こうか。五郎さんぬいぐるみ取るのうまいな。あないなもちょろいもんやったで。なんや。ああ、
も。言うても二人で来たってしゃあないやろが、こないなとこはもっと大人数でシャンパー開けてパーッと楽しむもんやで。そんな友達おらんもん。そうなんか、そら意外やな。親と喧嘩して家出するような不良娘と仲良して止めてくれる子はめったにおらんし、おってもその子の親に追い返されるし、今のバイトで知り合うた子とかもおるけど、普段から連絡取って遊ぶような友達とちゃうし、せやからみんな仕方なく街で男捕まえてホテル泊まったりするけど、やっぱり危ないことの方が多いし。牧村誠っちゅうやつは、そないな行き場のない子が夜の街で妙なやつに悪さされんように仕切ってるっちゅうことか。せやけど中には危ない客もおるやろんが。せやからそないな人に会うたときはすぐに誠さんのポケベルに連絡入れんねん。そしたらすぐに飛んできてくれはるから。ああ、そういえばさっきもそないなことを言うとったな。牧村っちゅんはそない喧嘩が強いんか。強いなんてもんやないって。筋肉もりもりで背もめっちゃ高いし、大抵の人はカッコ見ただけで謝って逃げるわ。ほう、そらごっついの。うち踊ってくる。なんや、
VIP ルームはもうええんか？ディスコに来たらやっぱり踊らなそうやろ。うちお酒飲めへんし。そういうとこはまだまだやな。ちょっと話してえな。やっと見つけたで。自分の出入りしそうなとこ片っ端から張ってたらいつか会えると思ってたわ。何？うちに一体何の用や？とぼけても無駄やで。この前の礼させてもらおう思てな。俺に散々おごらせた挙句、そろそろホテルに行くころやっちゅう時にごっつい男呼んで俺をボコボコにしてくれたやんな。あんたが悪いんやろ。うち見たんやで。あんたが飲み物に睡眠薬混ぜてたの。そんな男についてくはずないやん。なんや、今日はこの前の男はおらんのか？おらんのやったら読んでもかまへんで。そん代わりこっちも人連れてきとるからな。あんた最低やな。なんとでも言え。待ちや。ああ、なんやわれ。自分もこの天のお守りなんか。何勘違いしとるん。俺はそない女のことなんて全然知らへんで。ただお前らが邪魔やから言うとるんや。なんやと？ディスコ言うたら踊る場所やろ。女ナンパしたいんやったらドンスでええとこ見せたらええやない。今から俺が手本見せてやるさかい。そこどいて場所開けや。アホ抜かすのも大概にしとけや、このボケ。そない踊りたいんやったら踊らしたるわ。ただし俺らのサンドバッグとしてな。おう、表出ろや。こんなもんや。せやけど男を出しにして金稼ぐのほどほどにしときや。今たまたま俺がおったけど、いつでも例の牧村藩を呼べるとは限らんやろ。言うても誠さんいつもすぐ近くにおるからな。呼んだらほんますぐ来てくれんねんで。そうなの？誠さんな、普段整体師やってはるの。小福町南にあるほぐし会館ってお店。ほんまか？そしたらそこ行ったら本人に会えるやろか。多分な。あこちゃん、今日は大きいな。ほんまに助かったわ。ほな、から先は本人に取材してみるわ。あ、うちが言うたってことを内緒にしてな。
五郎さん、ええ人やから特別に教えたけど、ほんまは誠さんのこと内緒なんやから。わかってる、わかってる。せやけど、ほんま信頼しとるのかな、牧村。そらそうやん。あの人おらんかったら、うちも今頃どうなってたかわからへん。そら、さすがに褒めすぎとちゃうか。女に優しゅうするのも、案外下心あってのことかもしれへんやないか。そんなん絶対ないって。蒼天堀には誠さんに救われたって子めっちゃ多いんやから。男に騙されてひどい目合わされて自殺寸前のところを救ってもらったって子もおったし、うちらにとってほんま神様みたいな人やねん。あないええ人疑ったら罰当たるわ。ふん。ああ、でもただ一つだけ誠さんから頼まれてることがあるの。頼まれてること？うん。もしお客さんの中でコウモリの入れ墨をした男の人を見たらすぐに教えてくれって。コウモリの入れ墨をした男、誰なんやそれ。うちも詳しくは知らへんけど、誠さんずっとその人を探してるみたい。誠さんから何か頼まれることなんてそれくらいしかないから、バイトしてる子はみんな協力して探してるんやわ。なるほど。それで最初俺が入れ墨しとる言うたら食いついてきたんか。そういうこと。女を使って男を探してるのか。あ、あかん。そろそろ次の人と待ち合わせの時間や。次やと？まだ遊ぶんか。ほな、うちはこれで。バイバーイ。たまにはうちに帰れや。気が向いたらな。
いすなよ。ここやな。牧村、どこや。誰もおらんのかい。しゃあない、出直すか。こいつが牧村か。何がこたんで。どなたですか。あれ、お客様ですか。おかしいな。